どうも皆さんこんにちは、ケイタクです。今日のテーマは集合算という問題ね、これをやっていきます。集合算、皆さん聞いたことありますか？これ実は中学受験を勉強する皆さんは集合算というのを勉強するんだけど、これ中学校で勉強しません。ただなんと高校受験にもこの集合算実際に何問も出てます。これを見ているもし中学生がいればぜひね、この動画で集合算知らなかったら絶対に知ってからね、書いておいてください。今日もね、必殺技、この集合算の必殺技がありますので、これをお届けしていきたいと思います。集合算、どんな問題か、実際問題見た方が分かりやすいです。問題、例えばあるクラスは44人で、犬を飼っている人は29人、猫を飼っている人は25人、犬も猫も飼っている人は16人、どちらも飼っていない人は何人いますか？こういう問題。さて、今回の集合算、どういう特徴があるかって言ったら、例えば今回だったら犬猫飼っている人いるんだけど、犬も猫もどっちも飼っているっていう状態ね。わかるかな？どっちも被ってるね、どっちもあるやんっていう、状態、そういうのがある問題をね、集合算と言います。じゃあこの集合算の問題、どうやって解いていけばいいのか。必殺技、今日の一つ目、これです。ベン図、聞いたことありますか？ベン図、変わった名前ですね。これ実は、ベンさんっていうね、人の名前から来てます。ベンさんっていう人が、編み出した、考えた図なんです。これを使えば今回の問題、すっごい分かりやすく整理することができます。皆さんも多分どこかで見たことがあると思う。実際の今回の図、どういう風に整理できるかって言ったら、先生ここに書いてます。ちょっと説明しますね。まずベン図を書く時のポイントは、全部の人にこれを大きい四角で囲んじゃいます。今回全部の人数、クラス44人だから、これ44人の枠っていうことで大きく四角を作ってます。この中にイメージとしてね、この四角の中にクラス44人がわーっているような感じ、この中に入ってるっていう感じね。いいかな？そして次、今回犬を飼っている人が29人と書いてあったから、今この青の枠、この青の丸の枠、この中に犬を飼っている人が29人いるよ。はい、分かりやすいようにこの丸のこのところにね、犬29人と書いてます。ここまでいいでしょうか？そして同じように猫を飼っている人、書いてあったね、猫を飼っている人は25人います。この25人書くときに、しっかり犬も猫も飼っている人どちらもいるから、この青色の丸と一部被るように、いいかな、一部被るようにこんな風に丸を書いてください。猫を飼っている人25人と同じようにここに書いておきます。さて、そして最後です。最後、どちらも飼っている人ね、どちらも飼っている人は当然犬を飼っている人、そして猫を飼っている人ね、この2つが被ってるところね、この重なるところがね、どっちも飼ってる人だよね。ここにいる人たちって青の丸の中にも入ってるし、ね、赤の丸の中にも入ってる、ね、どちらも飼っている人はここにいますということで、どちらも飼っている人16人と分かってたので、ちゃんと分かりやすいようにここに16人と書いてます。ここまでベン図ね、書けたらこれで準備完了です。いいでしょうか？ではね、ちょっとこの図を見てね、この後解いていくんだけど、その前にちょっと確認しておきます。皆さん、これを見てる皆さんに質問です。例えばこの青丸の中に赤丸の中に入っていない、この外側にいる人たち、分かるかな？この丸の外側にこうわーってこういる人たち、この人たちってどんな人たちかな？犬もね、飼っている人たちの中にも入ってない、猫を飼っている人たちの中にも入ってない、どんな人たちか。そうだね、
合ってます。犬を飼ってない、そして猫も飼ってないから、つまり今回質問されてるどちらも飼っていない人、このどちらも飼っていない人は
13と16と9足した人数ね、これを引いちゃいます。ね、残るのがこの外側のところ、この人数となりそうだね。じゃあ最後求めてみよう。どちらも買ってない人は今言ったように全部の人数44人から、まずこの犬だけの人たち13、そしてどちらも飼っている人16人、そして猫だけ飼っているっていうこの9人。さあ引いちゃいましょう。いくつになるかな。そうだね、はい、カッコの中足したらここ38になるね。44から38を引いて答え62と、こんな風に出します。いいかな。このベン図ね、書き方簡単だね。全部の人数長方形で書いて、あとは丸を2つ重ねて書けばいい。あとは図の中に数字を書き込んでいけばね、しっかり整理できるから、皆さんが出したいところどこでも出すことができると、こういう風な解き方です。いいでしょう。ただこのベン図だけでね、ほとんどのね集合算のところで解けるんだけど実は解けない問題一部あるんです。それをね、次の例題2で、例の2でやっていきたいと思いますので、次の問題に移ってみよう。問題を見ていきましょう。45人のクラスで、ドラえもんが好きな人は36人で、クレヨンしんちゃんが好きな人は21人です。両方好きな人は最も多くて何人、最も少なくて何人でしょう。最後の質問がさっきとちょっと違うのは分かるよね。両方好きな人がよく分かってない。実はこういう問題っていうのはベン図で書いて解こうと思ってもなかなか解きづらい。ただある図を書けば皆さんでも絶対に解けます。その図が何かといったらこれです。最も少ない考える問題は線分図。来ました、線分図。皆さん以前の私の線分図で解いた問題、和算段の問題がありましたよね。あの和算段の問題見てない人はね、ぜひ今下に映していると思いますので、それをぜひ見てください。書き方詳しく教えてます。線分図何だったかといったら、数字の大きさを線で表したものです。簡単に言うと、大きいものは長く、小さいものは短く、ね、線で書いたもの、これを線分図と言いました。今回こういった最も多くて何人とか最も少なくて何人っていう言葉が来たら、これ皆さんキーワードです。線分図を書いて考えたら絶対に解けます。じゃあ実際に線分図を書いて考えてみましょう。今回の問題2つ質問があったので、まず1つずつ、両方好きな人はまず最も多い時だけ考えましょう。最も多い時、さあどういう線分図を書けばいいか。まずは端から端まで全部の人数、今回全員で45人いたから45人という線を書いてください。ここまでいいかな。そしたら次、今回ドラえもんが好きな人は全部で36人でした、ね、全部で36人。このドラえもん好きな人36人、これを図の中に書き込んでいきます。45人のうちの、まあ、36人ですから、まあ、ちょっと少ないぐらいかな、45人、はい、先生分かりやすいように、ドラえもん好きな人はこの青色の線で表します。はい、端から揃えて端まで、はい、ここからここまで、これドラえもんが好きな人としましょう。端から端までドラえもん、あんあんあん、はい、いいですね、これドラえもん。そして次ね、次がクレヨンしんちゃんが好きな人は21人でした。さてこの21人を書くんですが、今回両方好きな人が最も多い時を考え
番に書けばいいんですが、どんなふうに置けばいいかって言ったら、両方好きな人が一番多いようにするんだよ。この今図で言うと、青色ドラえもん好きな人、そして赤色クレヨンしんちゃんが好きな人だから、赤と青が最も重なってる時だよね。赤と青が重なってるとこが長くなればなるほど、そうだね、どちらも好きな人ね、両方好きな人が多いってことになる。これ見たらどこに置けばいいかな、この赤色。どんなふうに考えるか、この赤色をね、スイ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 こう動かせるとして考えたい。スイ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 、この45人の中だったらどこでも動かせるからね。どこに置いたら、どこに置いたらドラえもんもクレヨンしんちゃんもね、どっちも好きな人、この赤と青が重なってるとこが一番長くなるか。さあ気づいたかな、どこに置けばいいかな、どこに置けばいいかな。そうです、どこに置けばいいかって言ったら、もちろん赤と青が完璧に重なるよ、こんな感じだよね。わかる？今こことこっからこまでだよね。ここの部分って完全にどちらも重なってしまっていると。一番ここは当然長くなるよね。両方好きな人一番長くなる時はこういう時です。もちろんこっち側はドラえもんだけ好きな人、そしてこの残ってる部分は、そうだね、赤も青もないから、まあ、どっちも好きじゃない人ってことだね。はい、ということで今先生が見たこの赤色のところ、当然これが端から端まで、端から端までクレヨンしんちゃんが好きな人21人です。ここまでいいかな？ということは、ね、両方好きな人何人って言ったら、これそのまんま、クレヨンしんちゃんが好きな人、これみんなドラえもんも好きな人っていうことだね。つまり、両方好きな人、これそのまんま、クレヨンしんちゃんが好きな人の人数。つまり、21人になりそうです。ここまでいいかな？こんな感じでね、どちらか一方固定して、もう一方こう動かして考える。これがね、最も多いとき、最も少ないときの考え方です。じゃあ、同じように、両方好きな人は、最も少ないときは何人か。さあ、先ほどと同じように、まずはドラえもんを置いていきます。よいしょ。はい。端から端までこの青色のところはドラえもんが好きな人、当然人数はさっきと同じ。36人。さあここまでいきましょう。それではクレヨンしんちゃんが好きな人21人、この赤色の、ね、線がありますから、これを今度はね、両方好きな人が最も少ない時だから、重なってるところが一番短くするにはこれどこに置けばいいかな、この赤色のね、この線をどこに置けばいいかなと。さあこうやって動かしてね、頭の中でこう動かすんです。さあどこに置けばいいか考えてください。さあ答えが見えてきたでしょうか、どこに置けばいいかな。はい、その通り、どこに置けばいいか、なるべく重なりたくない、端っこに置きましょう。そうだね。さあ、わかる長さ書いていくよ。クレヨンしんちゃんが好きな人、21人。はい、これ赤色のところの長さです。ここまでいきましょう。うん。そしたら、今回最も少ない両方好きな人、どこかって言ったら、当然ここだね。2つが重なっている部分、ここです。ここの人数を皆さんは、あとは出せば OK。じゃあ、ここから、ここの人数どうやって出せばいいか。さあ、見えるでしょうか。あとはね、皆さん、この線人数を見れば絶対わかるはず。どこが出せそうかや。まあ、どこを出してもいいんですが、例えば、ドラえもんだけ好きな人。つまり、さあ、ここ緑色で書きます。ドラえもんだけ好きな人、こっから、これ両方好きな人だからね、
ここまでぐらいかな。はい。さあ、ここの人数、これって皆さん出せそうじゃないですか。うん。どうやって出せるか。この緑色のところ、ある人数からある人数引けば出そうじゃないか、この緑色のところ。例えばヒントね。端から端まで45人でしょ。この緑色の右側、これクレヨンしんちゃん好きな人、この21人なんだね。さあ、この2つ比べれば出るんじゃないでしょうか。うん、45人、端から端までか。クレヨンしんちゃんだけ、クレヨンしんちゃんが好きな人、21人、この赤いところでね。これを引けばいいよね。はい、つまり45引く21。そうです、45引く21をして、これ24人と出ます。さあ書きましょう。この緑色のところ、ここは24人です。さあいいでしょうか。答えに近づいてきました。じゃあ両方好きな人、ここは何人か、いよいよもう出るよ。さあ、ある人数からある人数がいけばもう出そうです。うん、そうだね。ここの出し方はそうです。こっからここまで36人、それからこの緑色のところ24人引けば、この36からこの24引けば、ここの人数が残りそうです。さあ最後ラスト引き算、36引く24をして答え12人とね。これで両方少ない人が最も少ない時が出ました。いいでしょうか。ということで答えはね、両方少ない人が最も多いのは21人、最も少ない人は12人と、こうやって出します。今日のポイントです。まず集合算の問題だってきたら、まずはベン数、まずはベン数で考えてください。基本はベン数です。これでほとんど9割以上の問題が解けます。いいかな。ただ一部の問題ね、本当に一部の問題が最も多い時か最も少ない時は聞かれますので、その問題が来たら、皆さん最終図線分図で線分図を書いて、一方を書いたらもう一方は動かして書く。いいかな。この2つの技をしっかり押さえてるからね、皆さん集合で完璧に解けます。いいでしょうか。これを見ているね、ぜひ小学生、中学生の皆さん、この集合算ね、入試で至るところまで出ます。でも学校ではなかなかしっかり学ばない、ね、皆さんこれしっかりね、動画を繰り返し見て、絶対に入試で解けるようにしましょう。いいでしょう。今回の授業素晴らしい、いいと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。では、ケイタクチャンネル、また皆さんにお会いできることを願っています。さよなら。